はい、こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日はですね、サボテンとか、多肉植物たくさん入ってきたんですけども、その中から、これフクロク龍神木ですね、比較的頑丈な園芸品種ですね、まあ昔からあるんですけれども、まあこのコブというかね、突起が特徴の品種ですね。非常に栽培自体は管理はしやすいかなというふうには思います。まあできればですね、1年に1回植え替え作業してあげた方が、根詰まりとかですね、そういったものを防げるので、健全な株として、栽培できるかなというふうには思いますので、その作業と、あとはまあ なるべく置き場所も、日当たりのいいところ、日照がよく当たるようなところで管理していただければ、まあ、それだけで、十分きれいには育っていくんですけれども、そのあたりをですね、気をつけていただいて、まあ、暑さ寒さには比較的強いので、そのあたりも問題はないかなと思います。昔からある、品種ではあるんですけども、まあ、割とですね、今になっても人気は衰えることはないので、割と好きな株でもあるので、ぜひですね、このあたりもお店にいくつかあるので、ぜひ実際に見ていただければなというふうには思います。